フランス在住で少子化について、フランスでは LGBTQ やシングルマザーを含めたすべての43歳未満の女性を対象に、不妊治療の全額を国が出してくれます。若者の賃上げも少子化対策で大事ですが、フランスのように大会受精全額支給という、これくらいの思い切ったやつも大事だと思います。生まれたり1000万円も素敵なんですが、そもそもお金がなくて不妊で苦しんでいる女性も多い,いかと。ルサさん、ご見解を聞かせてください。えっ、ー、と、まあ別に不妊治療の全額を出すこと自体はそれなりにいいと思うんですけど、ただ、本質的には僕ちょっとずれてると思ってて。 日本の場合って結婚のあのえっと結なのでなん初婚で大体30代で結婚するっていう人が30歳ぐらいで結婚する人が多いっていう状態で動物というか生物学的にやっぱりその35ぐらいまでに子供を産まないと高齢出産になってしまって子供産みづらくなるよねとかその。 その染色体以上の割合が増えてしまうよねっていう状況なので,そので不妊治療する人ってやっぱりその30代だったり40代だったりなんですけど本来であれば20代のうちに子供を産むべきだよねっていう話だと僕は思うんですよ。で不妊治療ってまあ,そのあのまあ不妊治療によってコストが違うんですけどなんか子供を生まれるまでに100万円ぐらい払いましたとかって人って結構いるんですよね不妊治療で。 産みたいんだったら20代の時に産もうとしてればその100万円かからなかったんじゃないですかっていう気がするんですよ僕は。なののでその 不妊治療にお金を払って出生率その出えー、と出生率を上げた方がいいよねというのはそれはそれで正しいと思います。だからそれは対処療法としてやってることであって、僕は本質的には20代の男女が子供を持てるようになる社会にした方が正解で、で20代ぐらいで子供を産んで、でそれなりにそのなん子供は育てた後に普通に社会に戻って仕事ができるという環境を作った方がいいと思いますよね。仮に40代で子供生まれて 子育てって体力仕事なんで、体力的にかなりきついんですよね。10代ってじゃあ15歳とかでヤンキーになりました。43歳で子供を産みました。その時お父さん58歳ですよ。15歳の中学生とヤンキーと、喧嘩したら58歳のお父さん負ける可能性あるんですよ。でも男の親がある程度力で押さえつけるというのも、必要な年齢と時期ってあるんですよ。 あ,のあまりそれをこう認めない方もいらっしゃると思うんですけどその父親を乗り越えるという経験っていうことによってその自分がある程度その大人になるっていうのもあったりするんですけど自分のお父さんがそれなりに強くてでかい人だから乗り越えることに意味があるんですけどなんかあのちょっと押したら倒れちゃうおじいちゃんだとその父親を乗り越えるっていう自分が大人になったという感覚が持てなかったりするんですよね。 なので、ある程度やっぱりその体力的に、そのお父さんには勝てないよねっていう状況があって、でもそのお父さんにも勝てるようになったよねというので、その自分の成長だったりとか、その力というのは、その正しい方向に使わなければいけないのだっていう認識をするっていうのも、ある程度必要だと思うんですよ。シングルマザーの人すいません。はい、っていうのもあるので、僕はやっぱり20代のうちに子供を持てた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、で、 にあの日本人は一、えー、人の子供の人が多いんですけど、あの本質的には出生率はに以上じゃなきゃいけないんですよ、2.1以上じゃなきゃいけないんですけど、なので、3人産まなきゃいけないんですよ、あのうん、本質的にその、えー、と日本を持続可働にするのであれば、まあ、2人の人でもいいんですけど、三人産もうとすると、やっぱり20代から産み始めないと、3人産めないんですよ、48歳で一人産みました。あのまあ、1年経ってその その次の年に産むってなかなか大変なので2年経ったとしたらじゃあ次45歳47歳とかでもう47歳3人目で3人抱えて子育てできますかっていうともうかなりきついですよ。 そのなんか5キロとか10キロとか10何キロとかなるわけじゃないですか。その子供がね、例えばじゃあ6歳とかになったり10何キロとかで、でもそいつが悪さをしたら、それやっぱりこうあのつまみ上げなきゃいけないんですけど、それをそのなんか3人つまみ上げられるかっていうと、20代だったらなんとかなるけど、やっぱり40とか50になったら厳しいと思うんですよ。なので本質的には僕はその20代が子供を産んで育てる社会にしなきゃいけないと思うので、その。 えと不妊治療にお金を払うというのは対処療法としては正しいと思うのですけどそ正しい政策としてはそこじゃないんじゃないかなと思ってるはです、えー、24歳女です21歳の時に6個年上の夫と結婚しました不妊治療を始めて旦那は無性症ということが分かり子供が欲しいと思っていた気持ち確保できにくいと宣告されてこの結婚生活を続けているのか分からないました今年の初め夫が私の実家近くに家を建って,てくれました離婚した後実家の近くに元旦那が住むのも嫌だなと思っています また再婚できるのか不安です。養子もらえばいいんじゃないですかあの、なんか人間ってね、結局一緒に暮らしてると愛情湧く生き物なので、あの、養子を育てると自分の子供のように可愛く感じたりしますよ。で、あの、まあ、ああの、養子として引き取ってほしいよねって思ってる、あの、ま、あの、養護施設だったりっていうのも結構いっぱいあるので、なので、あの、養子をもらって、その子にお金をかけて、可愛く育てりゃいいんじゃないかなと思いますけど。この足前にもしたと思うんですけど、 えっと前々回かなえ,っと,あのえっとマクロンの前のフランスの大統領の,あのハゲたおっさんだったところの,あの文科省的な教育大臣の人が養子なんですよね。その養子の子っていうのがもともと韓国でなんか捨てられて段ボールに入ってて児童養護施設かなんかに引き取られた子供だったんですけどそのフランスの大学教授が引き取ってで育てたんですよ。でまあ大学教授なんであのめっちゃいろいろ教えたんですよね。 で、その、あの、高校とか大学とか主席で卒業して、で、その後、トントン拍子で、あの、まあ、出世して、で、あの、文科省の大臣まで行ったんですよ。で、まあ、あの、フランス語も喋れるし、その中の英語も喋れるし、で、韓国はそんなしゃべれないのかなってなんですけど、あ、そう、オランダの時代です。はい。っていうのがあるので、その、親がちゃんと教育すると、別にあの、DNA どうでもよく、あの、すげえ優秀な子供っていうのが、 出たりするのでなのであの別に多分その両親あの遺伝子はつながってないんですけど親子としてはすごい仲いいんだと思うんですよね。っていうのがあるので別にあの養子をちゃんと可愛くあのそく真面目に育てて幸せな生活をさせればいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、結婚4年目の30代男です健康後からセックスレスでメンタルの病院へ通いましたが自身に治したい気持ちがわかずずルずるとここまで来てしまいました、えー、海外赴任を経てきた国したのですが一緒に住むことも拒絶するようになり真剣に離婚を考えていますかっこ私が、えー、これは他人から見ても異常な状態でしょうか奥さんと同い年なので離婚して新しいパートナーとお互い子供を作いるのが良いと私は思いますがどう思われますかえっと別にもうあの奥さんのこと興味ないんだったら別れちゃっていいんじゃないですか なんか多分別れた方が子供もいないみたいですしなんかお互いにメリットがあると思うんですけどなんか結婚した以上一緒にいなければならないっていう自爆を勝手に思い込んでるだけで別になんかそんなに好きじゃない同士だったら無理して一緒にいなくていいんじゃないかなと思いますけどえ42歳×にこなしの性看護師です24歳からパニック障害うつ病を患ってますがクリニックで当たることはできてますえ婚活して今年中に再三婚の予定なのですが二度と離婚しないようアドバイスをよろしくお願いします えっと、多分その離婚した理由をちゃんとご自身理解した方がいいと思うんですよね。 あの同じことを繰り返すと多分また離婚することになってしまうと思うのでなのでそのアドバイスをするためには多分離婚した理由を確認しないといけなくてでその離婚した理由をにならないようにするとかどうやったらそれを避けられるかっていうのを多分向き合わなきゃいけないですけど多分それを書きたくないのって多分自分自身それに向き合う気になってないんだと思うんですよね。なのであの赤の他人の40歳のおっさんに話を聞くよりもそこら辺のカウンセラーの人に一回相談しに行った方がいいんじゃないかなと思います。 要はある程度信用できる人にだんだんあのまあその信頼関係を作ってって実はこういうことがあってこうなりましたっていうのを多分ちゃんと細かい事情を話してでそれに対してこうした方がいいよってアドバイスをもらった方がいいと思うのでその,あの赤の他人のなんか酒飲んでるおっさんにこう聞いて答えが出るというようなそんな簡単なものじゃないんじゃないかなと思います。 えー、夫53歳妻49歳東京福島休年許年外11年の後に結婚を今年で9年こ、えー、なしセックスレスと共渡る夫婦です私は繊細で綺麗好き妻は,妻は人前で部をするような女子力なしいわゆる中身完全同じです妻の私に対する扱いが昭和によくある夫が妻を奴隷のように扱うのがそうです、ね、何度も別居を繰り返す、えー、100分以上ってセックスレスや気遣いがないのを我慢できてもかっこ我慢嫌ですが、えー、奴隷はつらいマックス、えー、ずっと生きたしはがねもの嫌です良い方をご用意てください えっと別居がオッケーだったらもうずっと別居し続ければいいんじゃないですか。別に無理して同居しなくてもいいんじゃないですかね。 なんかその子供もいないしな,なんで結婚続けてるのかもいまいちよくわからないんですけどまあでも一応なんか結婚というのがその契約を続けたいのであれば別にあの別居すればいいし別になんか別居がして別に結婚のまま必要ないようなるな離婚すればいいと思うのでまずなぜ離婚しないのかがちょっとわからないで別居すればいいんじゃねっていうのでお金の問題もそんな謎なので離婚か別居かでいいんじゃないかなと思ったんですけど。